1分でわかる宮沢賢治の生涯。宮沢賢治は日本を代表する児童文学作家です。岩手県に生まれます。功績や星座に熱中。農学校で学びます。妹が東京で病気になり、上京します。岩手に帰り、教師となります。妹死去、英傑の朝を書きます。これを収めた詩集、ハルト修羅を自費出版。童話集注文の多い料理店を刊行します。上京し、楽器やエスペラント語を習います。農業の指導をしながら作品を多数執筆。自然豊かな情景の中に動物を登場させつつ、残酷さも含む多様な解釈の可能な作品群を発表。銀河鉄道の夜など、5、6回遂行し続けた作品もあります。過労による体調不良に苦しみます。岩手にて療養。雨にも負けずを書き残します。肺炎により死去。宮沢賢治の作品は現在も多くの読者に読み継がれています。